スヴァンテ・アレニウス、スヴァンテ・アウグスト・アレニウス、アレーニウス、スボンテ・オーガスト・アレーニウス、1859年2月19日から1927年10月2日は、スウェーデンの科学者で、物理学、科学の領域で活動した、物理科学の創始者の一人といえる、1903年に電解室の会議の理論に関する、業績により、ノーベル科学賞を受賞。 アレニュースの式、月のクレーター、ストックホルム大学の研究署名などに名を残している。1859年2月19日、スウェーデンのウプサラにほど近いウィク、またはウィック、ベイクで生まれる。父はウプサラ大学に勤める測量技師で、最終的には監督になった。3歳の時独力で文字を読めるようになり、父が帳簿をつける様子を見て三術までできるようになり、 振動と呼ばれた。大人になってからも大量のデータから数学的関係や法則性を乱す才能をした。8歳の時学校に通い始めたが、5年生に編入され、物理学と数学に才能を発揮し、1876年に首席活祭年賞で卒業した。ウップサラ大学では物理学の指導教官に満足できず、 科学の指導教官ペールテオドールクレーベにも満足できなかった。そのため1881年、ストックホルムに出てスウェーデン王立科学、アカデー物理学研究所の,の下で学ぶようになった。主に電解液の電気伝導率について研究。1884年、その研究に基づいて書いた150ページもの学位論文をウップサラ大学に提出。しかし、 ペールテオドール・クレーベといった教授陣はこの論文の価値を見抜けなかった。この研究が後のノーベル科学賞受賞のもとになっている。この1884年の論文には56の主題が記されているが、若干の修正が必要な部分はあるものの、大部分は今でも通用する内容だった。最も重要な内容は、 純粋な塩や純粋な水は電気を通さないが、塩を水に溶かした水溶液は電気伝導体になるという事実についての彼の解釈である。アレニウスは水溶液中では塩が乖離して家電粒子になると考えた。そのずっと以前にマイケル・ファラデーがこの家電粒子をイオンと名付けている。ファラデーはイオンが電気分解によって生み出されると信じていたが、 アレニウスは電流を流していない状態でも、水溶液中にはイオンが存在すると考えた。従って、アレニウスは、水溶液中の化学反応は、イオン同士の反応に他ならないと考えた。ウプサラ大学ではあまり注目されなかったが、アレニウスは、同じ論文を物理科学という新しい分野に、関わっているルドルフ・クラウジウス、ビルヘルム・オストバルト、ヤコブス・ヘンリクス・ファントホーフといった、 ヨーロッパ中の科学者に送りつけた。彼らはその論文に注目し、オストバルトなどはウプサラまでわざわざ赴き、アレニウスを自分の研究チームに勧誘している。しかしアレニウスはその申し出を断ってスウェーデンに残り、その頃父が病床にあり、1885年に亡くなったウプサラ大学に勤務し始めた。イオンに関する理論を発展させていく中で、 1884年に酸と塩基の定義を提唱した。彼は水溶液において水素イオンを発生するのが酸で水酸化物イオンを発生させるのが塩基だとした。これはアレニュスの定義と呼ばれる。父の死後、スウェーデン王立科学アカデミーから海外渡航の援助を得ると、リガでオストバルトの下で学び、ビュールツブルグでフリードリッヒ・コールラウシュに学び、 グラー,アーツで、ルートビッヒ・ボルツマンに学び、アムステルダムで、ファント・ホフに学んだ。1889年、多くの化学反応で熱を加える必要があるという事実から、二つの分子が化学反応する際に乗り越えなければならないエネルギー障壁があると考え、活性化エネルギーの概念を定式化した。アレニュスの式は活性化エネルギーと化学反応の速度の関係に、 定量的基礎を与えるる。ものであ1891年、ストックホルムユニバーシティカレッジ、現在のストックホルム大学の講師となる。1895年には、多くの反対があったが、物理学の教授に就任し、1896年には、学長となった。アレニュースは二度結婚している。一度目、1894年から1896年まで、 では、息子を一人儲けている。二度目、1905年から1927年まで、では、息子を一人と娘を二人儲けている。1900年頃、アレニウスは、ノーベル賞の創設に関わった。1901年、スウェーデン王立科学アカデミーの会員に選ばれたが、これには反対の声もあった。その後は、ノーベル委員会の物理学部門の委員となり、 科学部門でも事実上の委員として活動した。彼はその立場を利用して、友人、ヤコブス・ヘンリックス、ファント・ホッフ,フ、ビルヘルム・オストバルト、セオドア・リチャーズに、ノーベル賞を受賞させるよう誘導し、敵対する科学者、パウル・エールリヒ、バルター・ネルンストには受賞させないよう格索し、画策が成功したわけではない。1903年、スウェーデン人初のノーベル科学賞を受賞。 1905年、ストックホルムにノーベル物理学研究所が創設されると、所長に就任し、1927年まで務めた。1910年には、王立協会外国人会員に選ばれている。他にも1911年に、ウィラード・ギブズ賞、1920年に、フランクリンメダルを受賞している。自身の理論が一般に受け入れられるようになると、アレニウスは、 他の研究分野に興味を移した。1902年、科学の理論を用いて、生理学の問題を研究し始めた。彼は、生体内の科学反応も、試験管内の科学反応も、同じ法則に従っているとした。1904年、カリフォルニア大学に赴き、物理科学の手法を毒素と高毒素の理論研究に応用して解釈するという一連講義を行った。 その内容を1907年にイムノケマストリ、免疫科学と題して出版。また、加熱すると一旦は失効するが、その後も加熱を続けると効果が復活する、タンパク質毒素を発見した、アレニュス効果。他にも地質学、氷河期の研究、天文学、現代宇宙論、天体物理学といった方面にも手を出し、構成感の衝突によって、 太陽系が生まれたとする説を提唱した。また、水星の太陽のコロナ、オーロラ、大蔵光を放射圧で説明した。また、生命が放射の形で惑星から惑星へ運ばれたとする、いわゆるパンスペルミア説も提唱した。また、普遍言語として英語に修正を加えたものを提案している。晩年には学生向けの教科書や一般向けの本を、 執筆しており、彼の論じた様々な説について、今後の研究の必要性を強調している。1927年9月、超カタルを発症して倒れ、10月2日に死去。遺体は、ウプサラに埋葬された。アレニウスは、氷河期が、なぜ存在したのかを研究し、1896年に、科学者として、初めて大気中の二酸化炭素の量の変化が、 温室効果によって地表の温度に影響を与えるという考え方を示した。これには先人であるジョゼフ・フーリエラの影響がある。また、大気中の二酸化炭素や水蒸気が赤外線をどの程度吸収するかを計算するため、ピッツバーグのアレゲニー天文台でフランク・ワシン・ベリーとサミュエル・ラングレーが行った赤外線による月の観測データを使った。 ステファン・ボルツマンの法則を使って独自の温室効果の法則を定式化した。本来の形式は次の通りである。これを単純な式で表現したものは今でも使われている。しかし、アレニュースによる CO の赤外線吸収率は課題であり、1900年にクヌート・オングストロームが赤外線スペクトルの研究結果を発表し CO の吸収体が2カ所しかないことを示したことで、 反論されることになった。1901年、アレニュスはこれに、真っ向から反論する論文を発表。また、1903年の著書レイブクデアコスミス券、フィシックでも、この件に簡単に触れている。また、1906年には一般向けの本、バーラーナーズ・ウベックリング、英語版は、ワールズ・イン・ザ・メイキングを出版し、人類が排出する COO の量は再び氷河期が、 訪れるのを阻止するのに十分なほどだし、急激に人口が増加しつつある現代においては、温暖化した地球の方が、食料供給に好都合だと記している。つまりアレニウスは、世界で初めて化石燃料の燃焼などによる二酸化炭素排出が地球温化を引き起こすと提唱したが、温暖化を好ましいものと捉えていた。しかし、1960年代頃までこの説は、 学会から信じが大切として退りけられ、表記と魔表記の周期的繰り返しは、ミルティン・ミンコビッチの唱えた地球の軌道変化によるものとされていたミランコビッチサイクル。今では一般に地球の軌道変化が表記の訪れる時期を決定しているものの、同時に COO が本質的ポジティブフィードバックとして働いていると解釈されている。アレニュスは、 c o o が半減すると気温が摂氏4度から摂氏5度、下がり、c o o が倍増すると気温が摂氏5度から摂氏6度上がるとした。1906年の本ではこの値を、摂氏1.6度、水蒸気によるフィードバックも含めると、摂氏2.1度と小さくしている。IPCC による2007年の試算では、その値、気候感度を摂氏2度から摂氏4.5度としている。 アレニウスは当時の CO 排出量をもとに増加率を試算したが、その後に酸化炭素の増加率はもっと加速している。アレニウスは COO が倍増するのに約3000年かかるとしたが、今では21世紀中に倍増するという見方が一般的である。アレニウスは1922年にウプサラでの人種生物学研究所設立に積極的に関与している。 同研究所の運営委員会の一員でもあり、1909年に創設されたスウェーデン有政学協会の創設メンバーである。グレタ・トゥーン・ベリー、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。